解散命令を受けた朝練のビルを封鎖する警視庁予備隊決の命令事件で出動した方面予備隊警視庁予備隊は旧警察法時代の警視庁が設置した警察部隊。新警察法施行後の警視庁でも維持され、1957年以降は警視庁機動隊に解消された。内務省時代の警視庁では集団警備力として 刑務ブレ下カーに特別警備隊を設置しており、昭和の新選組あるいは警官の花として親しまれた。また、第二次世界大戦後期、日本本土空襲が本格化すると、警備、救護の必要性が激増したこともあり、1944年4月12日、警視庁完成棚な直令中改正の件により、主要な府県に警備隊が設置されることとなり、 同年4月21日付で警視庁警備隊が発足し、特別警備隊はこれに発展的に解消して廃止された。日本の降伏を受けて、1946年1月16日、連合国軍最高司令官総司令部は警備隊の解体を指示した。これを受けて2月16日には、警視庁警備隊も解体されて、同日設置された。 防護課がその役割を引き継いだ。しかし連合国軍占領下の日本では、集団犯罪や急進的な社会運動に伴う暴動などが多発しており、このような少人数では対処が難しい状況も多かった。占領下では警察力の増強は困難であったが、1948年の警察法施行とともに、警視庁の増員が認められたことから、この機会に、 集団警備力の増強が図られることとなった。1948年5月25日、東京都特別区公安委員会規定第9号で、警視庁予備隊設置規定が制定されて、設置されたのが、本部隊である。なお、当初、警視庁側は戦前と、同じく、警備隊と命名する予定であったが、連合国軍最高司令官総司令部はこれを、却下し、 リザーブホースとの名称を進めたという経緯がある。当初、警備交通部の励下に予備隊本部と四国隊が設置されており、定員は計2546名であった。艦内を3つの区域に分割し、東西南の各区隊がそれぞれの担当区域を所掌していた。中央区隊はすべての区域を担当としていたが、工事町、丸の内、艦内外では、 東西南の各区体がそれぞれ優先して所掌することとされていた。なお、予備隊本部員の内警部補1名、巡査部長3名、巡査20名は、牙がかりとされていた。1940年代末の都内では、社会運動の先鋭化が著しく、1949年5月30日には、公安条例制定に反対して、東京都庁舎、 東京都議会への乱入事件が発生、また1950年3月の台東海館事件など集団暴力事犯が多発し、革命前夜の関すら停止する状況となった。このことから、館内全域にわたる方面物警備体制の確立を図るため、1950年9月16日の訓令校第42号で7個方面本部の区域に 方面予備隊として分散配置するよう改編するとともに人員も3064名に増強された。また1951年3月には各隊8個中隊編成であったものを4個中隊編成に変更して中隊の編成を強化した。しかし警備事象は必ずしも各方面に確率に発生するわけではなく、 分散運用は柔軟性を欠く部分があったことから、実質的には、警ら部長が直接式運用することとなっていた。1952年10月30日の訓令校、第42号で、11月5日より、各方面予備隊を、明日ともに再統合し、警備第一部令下の警視庁予備隊として、警備第一部長の直接式下に活動することとなった。またこれに合わせて、 人員も3152名と若干増強された他、放水車、走行車を含めた各種装備も拡充された。またこの機会に第6予備隊が特化部隊とされた。1952年の国家地方警察本部の指令に基づき、都道府県国家地方警察でも集団警備力の整備が進められており、多摩地域や東京都当初部を担当する国家、 地方警察東京都本部でも機動隊を設置していた。1954年の新警察法の交付によって、国家地方警察東京都本部と警視庁が廃止、統合されて新警視庁となったのに合わせて、同年7月1日、この機動隊も警視庁予備隊に吸収されて、第8予備隊が編成され、総定員3160名となった。その後、 警察法改正と客観情勢変化を受けて、1955年1月15日より、各隊4個中隊編成であったものを3個中隊、編成に変更するなどの改編が行われ、編成要員2441名となった。また、同年2月11日には、第8予備隊は、第1予備隊の立川文献隊に改編された。 この時期、他の警察組織でも、集団警備力の整備が着手されていたが、これらは、おおむね、特別機動隊、機動隊などと呼称されていた。例えば、大阪市警察局では、1948年1月13日、警視庁予備隊より4ヶ月以上先行して、特別機動隊を設置していた。また同年に、国家地方警察岩手県。 福島県本部が設置した部隊は、機動班、岡山県本部の部隊は、特別機動隊と称されていた。そして1952年7月には、国家地方警察本部の指令により、優れた指揮官に統率せられ、強固な団結、優れた機動性、十分な装備を有し、徹底した訓練を受けた精鋭部隊の整備強化を目的として、 まず20都府県の国家地方警察隊に機動隊が設置されたが、上記の通り、このうち国家地方警察東京都本部の機動隊は1954年7月に警視庁予備隊に吸収された。警視庁予備隊は、創設以来の集団警備力に加えて、集団警らや交通取締りなどにも充当されるようになり、運用が高く化していった。 また1950年に発足した警察予備隊は通常の警察とは独立した準軍事組織として内閣総理大臣の指揮下に置かれていたが一般国民の間では警視庁予備隊との区別がつきにくく混同して理解されることもあった。これらの事情を踏まえて1957年4月1日より他の地域と同様に警視庁機動隊と解消された。 なおこの直前の1957年2月11日には、警視庁の機構改正と合わせて、部隊配置の合理化が図られ、2個体が廃止されて5個体となり、また、各体の編成も3個中隊から4個中隊、編成に変更されるなどの改変が行われている。ありがとうございます。